はい、どうも皆さんこんにちは、ひろあきです。さきのです。大会やってきたんですけれども、一応ラテンとスタンダード両方優勝することができました。ありがとうございました。応援していただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ今回、今年初めての大会ということで、結構ね、最初めちゃくちゃ緊張してたんですよ、実際。まあ、マウスシールドもしてやってたんですけど、まあ、結構久しぶりの大会だったんですけど、結構楽しく踊ることができたかなっていうふうに思いますね。もともと試合は緊張する方だったので、うん、まあ、いつも通りの緊張というか、緊張感もありつつ、まあ、そうなんです、楽しめたかなって感じですね。いや、本当に東京都アースポーツ連盟 の、 そのスタッフの皆さん、大会運営していただいた皆さんありがとうございました。1ヶ月ぐらいに大体三笠宮杯があるっていうことなんですけど、そこに向けてどんどんギアを上げていきたいなっていうふうに思います。踊ってる動画はまあ撮影してあるので YouTube に上げようかなっていうふうに思ってます。で、まあ、僕たち自身こう三笠宮に向けて最近だとバレエをやってたりとか、あとまあオンラインレッスン、ベネレットのオンラインレッスンを受けてたり、あとまあ普通に筋トレとかしたり、結構ね、いろいろなことを挑戦してね、頑張ってるんで、まあ、このままでどんどんね、この調子で続けていけたらいいかなっていうふうに思ってます。なんで今もなんかこうコメントでもいただいたんですけど、糖質ダイエット、糖質制限してるんですけど、ちょっとこう顔がなんか小さくなったみたいなコメントもいただいて、なんか結構嬉しいです。なんか成果がちょっと実ってきたのかなっていうふうに思ってるんで、なんでまあこのままね、この調子で三笠宮に向けてね、糖質制限しながら練習とかレッスンとか、あと他にもトレーニングとか、まあ、バレエとかもやりながら頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。なので皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。三笠宮杯は無観客試合みたいなんですけど、その JTSF さんの YouTube でライブが行われるみたいなので、もし皆さん ご興味のある方は JTSF のちょっと YouTube のチャンネル登録をして、ぜひ当日ライブでお会いしましょう。では今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。